はい、こんばんは。今日もやってました6月18日アフタースクール潜入してみたいと思います。はい、終演後ですね。はい、こちらは今日出演していただいたクルトンの大島啓太くんです。イエーイ。いや、マジやめてください。そういうの頑張ってやんないでもらっても大丈夫ですから。ということで、こちらにはハッチポッチステーションのギターの野戸くんがいますが、僕のプーさんです。あ、僕のプーさんということで、ドリンクバーにコップを持ってまいりました。そう、アフタースクールは出演者はコップを持ってくれば、このコップでドリンクバーが飲み放題というわけで、この後乾杯を行われますが、はい、みんな成国生は映りたがりな多いですね。ほら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 、みんな早くライブに出て頑張ってくださいね。お疲れ様でした。お、ということで、こちらにはハロアット4畳半ボーカルの渡井翔太さんが今日やってきてます。始めました。アフタースクール初めて来られました。終わるの早くてびっくりしました。終わるの早い。始まるのは遅いけど終わるのは早い。早い。やっぱ学生のためにね、こうやってるんですけど、ね、感慨深いですね。感慨深い。何が感慨深いですか。いや、この高校生と久々に触れ合ってるんで、はい、なんかあったかい。高校生ってあったかいですね。やっぱあったかい。心に戻りたいです。そういうイベントでしたね。啓太くんはどうですか、今日というアフターイベント、アフタースクールというイベント。最高でした、はい、最高でした。何か告知とかありますか。最高でした。ありがとうございますはい、ということで間もなく乾杯しますが、皆さんドリンク持ったでしょうか。じゃあ、真ん中のテーブルに集まってください。ドリンク持ったら真ん中のテーブルに集まってください。はい、みんな集まったかな。メロンソーダ持ってない。俺メロンソーダ持ってない。俺まだメロンソーダ持ってない。早く行きな行きな行きな。はい、みんな真ん中のテーブルに集まってくださいね。こんなように日夜ドリンクバーの争奪戦が行われております。やべ、チャンピチャンピチャンピ。あ、はい、ください。ちょっと待って、もう通ってるから。メロンソーダ、メロンソーダ。いいわ、知り合いが。モドンタコチーというね、新メニューができたんですけど、そちらも大人気ということで、安くて100円ですぐできるので、皆さん頼んでくださいね。ということで、斉藤さんに参ります。こんにちは。今日はお疲れ様です。ありがとうございます。4月21日、ハチポッチステーションとして、はい、斉藤さんが一時卒業という形ですが、はい、意気込みを。また戻ってきます、はい、その時はシャッフルも出るんで。あ、シャッフルイベント8月の出ますんで、はいはいはい、そちらも皆さんよろしくお願いします。その時はそうですね、ハチポッチなんかするかもしれません。あ、もしかしてしないかもしれないけど、するかもしれないです。じらしてますね。じゃあ皆さん期待してください。ということで、みんな持ったでしょうか。乾杯するよ。みんな持っているグラスを高く上げて、はい、乾杯。熱気がすごい、熱気がすごい。はい、こちらは比嘉くんですね。比嘉くん、YouTube で映る顔です。これが歌若丸のボーカル、比嘉新平くんです。ありがとうございます。そしてこちら、あれ、戸田くん映りたがらない、庄司くん、ギターの庄司くんですね。おっとおっと、やっぱ YouTube だから。大丈夫です。ハイボール、やばい、ハイボール。皆さんこんな感じでワイワイしてますね。今日ひときわワイワイしてますね。ワイ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 。そして岩佐のヒカルくんをズームアップしてからの、クルトンの平岡ゴリヨウトさんですね。はい、今日はどういうイベントでしたか。若いね、若いね、今日クルトンはほんと喋らねえな。今日若いね、みんな今日若いね、はい、見て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 、はい、若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 い、もうついていけない。10個違いますからね。10個ってやばいよね。やばい、やばいよ。これ何に使うの、これ何に使うの。 YouTube にあげるんです。 YouTube にあげるの。はい、そうなんです。あげるの、あげるんです。
ので宣伝をよろしくお願いします。明日7月19日クルトンが千葉ルックでライブがありますので、皆さんぜひ来てやってください。あと大事なライブの日ありますか？8月の20日にレコ発があります。レコ発が、はい、それはアルバムですか？それはアルバムになります、おそらく。はい、それ大事な日です、ね、大事な日です、はい、場所は渋谷のオークレストです。オークレストで、はい、僕は遠いかもしれませんが、ぜひクルトンのライブをレコ発をよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。カメラ目線バッチリでございます。そしてちょっとフェードインしてからの僕ということで、今日はすごい明るい感じで賑やかな感じですね、これ。はいはいはい、もうワイワイ言っとります。では皆さん、アフタースクールこの後まだ楽しんでいきますんで、 See you next again。 はい、みんな最後カメラに向かってバイバイって。バイバイ。